はい、皆さんこんにちは、吉田成美さんです。はい、今日ご紹介するのはこちら、ゆきりんでございます。はい、ですね、人気アイドルグループ AKB の柏木由紀さん、ゆきりんですね、と、タレントの、森田さんが担当していたですね、TBS の番組、めぐみさんのね、番組ですね、昼帯ですね、月曜日から金曜日、11時からですね、やっております。そのお天気キャスターをですね、柏木さんやってたんですけども、柏木さんを含む AKB のメンバー5人がですね、日替わりで務めるということにですね、なったそうです。はい、柏木さん、竹田城さん、倉持さん、大家さん、佐藤夏樹さんということでございますね。はい、ゆきりん、よいしょ。はい、ですね、まあ、やっぱ上手ですね。なんか、アイドルとしてですね、AKB の舞台に立ってるとことはですね、また違ってですね、お天気、気温などなどですね、まあ、上手にですね、お伝えしてるふうにね、感じましたね。はい。で、なんだろう、お天気なんですけど、あれ、やっぱ報道なんで報道に徹してるんですね。個人的にはですね、お天気なんかもですね、どうなんでしょう。報道のですね、アナウンサー的な感じだけじゃなくてですね、彼女らのなんかカラーをね、出したらいいのかな。で、初々しいじゃないですかね、皆さんね。ですんでね、そんな感じのキャラで行ったらいいんじゃないかなと個人的に思うんですが、まあやっぱりですね、明日の天気、最高気温20度、暑くなると思われます。風速5メートル、天気はなんて感じでですね、荒れますでしょうみたいな感じよりはですね、最高気温が20度ですね。明日は暑くなりますね。皆さん、服装にはね、十分気をつけてくださいね。とかですね、天気はかなり荒れると思います。傘など、必ずですね、忘れないで持ってってください。みたいな感じでですね、なんかね、アナウンサー的じゃない感じでですね、ちょっとまたね、いろいろですね、やっていただくと面白いのかなとはですね、個人的に思いますけど、実際ああいうのはどうなんでしょうね。やっぱり、淡々と喋らなきゃダメなんでしょうかね。わかりませんけど。はい。ということで、まあ、非常にですね、初々しい感じでいいと思います。ビジュアル的に。ゆきりんが163センチでしたっけ？身長162か3か4ですよね。大きいですよね。で、大家さんとかももっと大きいですよね。多分ね、皆さんなんかスタイルがすごい、抜群かなっていうふうにね、お見受けいたしました。頑張っていただきたいと思います。ということで、本日ご紹介したのはですね、ゆきりんほか HB のメンバーが日帰りで、広帯のですね、お天気を担当するという、系のニュースでした。